みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。サワディーカー。はい、今日はですね、タイのお寺の話をします。と言いますのも、先日放送された世界不思議発見にて、みほとけミステリーハンターとしてタイに行ってきました。コプカー、ありがとうございます。サワディーカー、こんにちは。ミステリーハンター、ミステリーハンター。そこで実際私が見てきたタイのお寺、仏像、仏教についてお話しますね。皆さんぜひタイ旅行の際の観光ガイドにしてくれたらと思いますよ。まあ、番組ではタイのお寺、仏像、仏教以外のことも紹介したんですけれども、まあ、この動画ではそういった、みほとけチャンネルならではの、ね、お寺情報をお話します。まあ、皆さんタイのお寺と言って想像つくのはどんなイメージですかね。あの金ピカのでっかい仏像がゴローンと横になってるあの映像でしょうかね。もうキラキラに輝く白壁金の屋根のあのお寺の雰囲気ですかね。日本とはだいぶ違いますよね。これここまで違うのってね、実は仏教がそもそもちょっと違うんですよ。まずは日本とタイの仏教の違いを話します。けども仏教っていうのは2500年前にお釈迦様がインドで開かれた後、もう2500年の時間を経ていろんな発展をして、いろんな解釈がされて、いろんな枝分かれをして、形がそれぞれ違うんですよ。だからまあタイね、チベット、中国、日本、まあそれぞれちょっと違った仏教がいろいろ混ざり合ってミックスされたりとかしてるのでね、変わってるんです。で、大きく分けると、日本は大乗仏教、タイは上座部仏教。これね、歴史の授業で聞いたことある人いますかね。こういった違いがあります。日本の仏教、大乗仏教、これは誰もが救われる、成仏されるっていう考え方です。だから私のような一般家庭の人も出家してなくても、例えばね、生阿弥陀仏と唱えれば必ず極楽浄土に行けますよとか、なんか座禅をすればうんぬんかんぬんとか、瞑想してうんぬんかんぬんみたいなあります。一方、上座部仏教は出家して仏門に入ったお坊さんのみが悟りを開いて成仏することができる。ここが違います。誰でもなれるのか、出家したお坊さんだけなのかっていう違いがあります。じゃあタイの国民救われないじゃん、全員出家してるってこと、どうなんってことですよね。はい、ここが違いまして、一応タイの国では成人した男の子たちは出家をするっていうのはおすすめ、推薦されてるんだそうです。で、基本みんな行くんだそうです。強制じゃないけどね。女性も女性用の出家のお寺があって、まあ本当興味が湧く人は自分たちで出家をする。まあでもね、仏門だから2週間ぐらい出家したというか、仏門生活をしてまた辞めて普通に戻るみたいな、そういうことになっているそうですね。だからサマーキャンプ的な感じですかね。で、それは一旦置いといて、じゃあこの上座部仏教だったら全然救われないじゃんって思うじゃないですか。みんな、じゃあタイってね、国民 90% が仏教徒なんですよ。え、どういうこと、上座部仏教出家しないと救われないならあんま意味なくないって思いますよね。これ実は意味なくないんですよ。日本だったら我々一般人が仏様にお参りをすることで、こう成仏できるように祈ったり、自分の心が救われるってことありますね。タイでは出家しないといけない代わりに、出家して修行に励んでいる僧侶の生活を一般の国民が支えるんです。一般の人がお米、ご飯、おやつ、着るもの、お金、それぞれをこうお布施することでお坊さんの生活を支えるんです。そのお坊さんを支えてもらっているおかげで修行に励んで悟りを得ることができる。こういったお坊さんの生活を支えるおかげで一般の方は徳が積まれるんですね。徳が積まれるってちょっと難しいかもしれないですけど、いいことポイントが貯まるって感じです。自分も安心して心が安らかになる、先祖のためになる、お母さんのためになる、なんか自分の後で来世後世の中でより良い暮らしができるっていうね、まあ、ちょっととてもこの宗教チックのお話なので具体的にというと難しいんですけれども、心が落ち着く、いいことが起きるっていう安心感につながると思ってください。そのお坊さんにお布施をする、徳を積む行為、譚文と言います。これは一般の方々が譚文するおかげで、お坊さんたち本当に全くの生活すべて譚文ベースでやってるんですね。お布施のおかげでお寺の経営、お坊さんの修行生活ができているおかげで彼らは修行できる。これがこの向こうの仏教への信仰の形態なんですね。なので一般の方々はお坊さんへの尊敬の念がとっても強いんです。これがタイの基本的な仏教観。この形態の最
最もでかい規模は国王がお坊さんを支えてるんですね。国王が、王族がお坊さんへ巨大なお寺を建ててあげるとか、巨大な仏像を作る、お布施をするってことで、この国王たちのこの信仰心っていうものも絶対なものになるんですよね。お坊さんのおかげで我々は救われるんだっていう、ここの信仰がまずでかくあるんです。それに習ってタイの国中の人も同じようにやっている。おかげで自分だけも安心するわっていうね。なのでタイには国王が作ったお寺っていうので巨大な仏像がたくさんあって、巨大なお寺もたくさんあるんですよ。まあ、日本ももちろん天皇家が作ったお寺っていうのはありますけれども、またなんかそれともちょっと違うんですよね。この我々が救われるために、そして国民が救われるためにお寺に莫大にこう寄付をしましょうっていうね。だからいっぱいあるんですよね。続いてタイのお坊さんについて。タイのお坊さん、これ全然日本と違いましたね。まず見た目がね、着るものオレンジの袈裟1枚です。日本だとその袈裟、お坊さんが着てる袈裟っていうのは、あのお釈迦様が着ていたもので習っているので、フンゾーエというオレンジのね、ちょっと汚らしい名前ですよね、糞造絵なんて。まあ、それぐらい修行に励んでるから服なんかどうでもいいんだっていうボロボロの布、それが起源となっていて、オレンジの布1枚で暮らしています。で、タイはあったかいからそれだけは大丈夫なんですよ。で、これが仏教的にこうインド、中国、日本って来ると寒くなってくるので、中に普通に衣を着るようになるんですね。なんで日本のお坊さんは衣を着て、そのように袈裟をつけてるけども、袈裟もまた形がもうシンボル化してきて、もう服としての機能ではないんですよね。シンボルとしてかけている。一方タイはもうあの袈裟一枚がもう服としてもう体にまとって、だから目立つんですよ。それ以外着ないので、街中にあ、オレンジのお坊さんいっぱいいるなみたいな。はい、日本だと分かんないですか、お坊さん普通の格好してるから、まあ、頭が坊主かなぐらいの。でもなんかオレンジの袈裟の人いっぱいいるって言って、でまずタイのお坊さんの独自の習慣、これが朝の托鉢です。毎朝欠かさず決まった時間に街にこう出て歩くんですよ。そうすると町の人たちはお布施を持ってお坊さんの前に行って、お坊さんにお布施を渡す。このお布施の中身はご飯、お金、お花とかいろいろ入っています。で、それでこうお布施をお渡して、お坊さんがその方にお経をあげる。ありがとうございました、まだお別れするんですけど、お坊さんは基本お布施で生活しているので、その朝の托鉢でいろんな方にもらうお布施でその日のお食事を賄う。町の人は町の人で毎朝そうやってね、お布施をすることで自分たちお経をあげてもらって徳を積む。短文で徳を積む、こういう短文って言うんですけども、徳を積む。なんかほんとね、朝ごはん食べて歯磨いて家出るの中に自然と組み込まれてました。それがびっくり。で、朝ごはん作るついでにお坊さん用のご飯も作るってとこもあれば、お坊さん用のご飯買いに行くってとこもあれば、本当にで、ちょっとしたこうご飯だけじゃダメだなと思ったらお金ちょっと入れたりとか、そうやってお坊さんにも自然と生活の中にそれが組み込まれてて、普通にそれでお坊さんにお経をあげてもらって、あ、今日もすっきりしたみたいな感じで始まる。なんだろうな、おばあちゃんが毎朝仏壇に線香をあげてるみたいな感じかな。まあそれとも違うんだけどもな。まあそういう感じに近いですかね。やるって決めてるからやんないって気持ち悪い。でも当たり前すぎて何のためにやってるのみたいな。聞かれても、いや自分が安心するためにやってるんですよみたいな。本当にもう根付きの根付きの根付きですよねっていうことなんですよ。だから毎朝それで安心してるから、向こうの人すごいなんか日常での満足度、生活満足度がすごい高そうでね、なんかいいなって思いましたね。で、そこの短文のおかげでお坊さんたちはそれだけで生活をするんですね。そうだから、お坊さんに対する信仰心、尊敬の念がすごいんですよ。だからお寺に行くとお坊さんの像が並んでます。これがすごいですね。しかもお坊さんの像のリアルさがやばい。写真ご覧ください。マネキンみたいな、そのままじゃないみたいな、もうお坊さんそのものすぎて見間違えます。え、動かないのみたいな。今の写真、ワットプラシンというタイのチェンマイという、まあ、結構京都みたいな、日本でいう京都みたいな、すごくこうお寺とか歴史的な遺跡の多い町なんですけど、そのチェンマイの一番格式高いお寺の、まあ、とあるお堂の中の景色です。すごくない？お坊さんがやっぱり我々の生活のための支えとなってくれてるってことで、
このようにお坊さんの像スーパーリアルです。日本でもお坊さんの像ってあります。空海さん、最澄さん、聖徳太子、まあ聖徳太子お坊さんじゃないけど、あとは羅漢像ってお釈迦様の弟子だった人を尊敬して彫るものありますけど、ここまでリアルにはしないんですよね。どういう意味があるかあんまりよくわかってないですけど、日本ではちょっとリアルすぎるとありがたみに欠けるっていうところがあって、やっぱ仏様とか尊敬する方々っていうのは少しかけ離れた存在として、ちょっと象徴的にちょっとまたリアルさをあえて取るんですけど、もう向こうだともうリアル超追求、この技術いつからあったみたいな、すごいですよね。でこのお坊さんたち超絶リアルなので、あれ去年ぐらいまで生きてたのかなとか、もうそうでもないんですよ。200年前300年前の人とかもいて、よくこんなリアルに再現できますねっていう感じです。もちろん最近近年のお坊さんもなっています。なんかそれぞれいろんな功績を残したお坊さんらしいんですけど、そしてもちろんね、お坊さん人気ありましたらお家でも拝みたいじゃないですか。そうするとこのようにですね、お家用のお坊さんの像も登場するんです。リアルすぎない？リアルすぎない？はい、この方ランプトワットさんと言います。この方は、約400年前ぐらいのお坊さんらしいんですけれども、とっても美徳が高かったおかげで、この方にこう伏せしたり拝んだりするとこう運気が上がって悪いことが起こらない、厄除けっていう意味があってすごく人気だったそうなんですよ。400年前なのでさ、こんなよくリアルに再現できますよね。腕の絶妙な筋加減ね、一昨日まで生きてらっしゃったみたいな感じですけれども、このようにですね、お坊さんへの信仰心ゆえにお坊さんの像がお寺にはカクカクあります。なんかね、金ピカに塗られてるものもありましたよ。それもそれでいかついですよね。全部のお寺にこのようなお坊さんの像があるわけではないので、まあ多分それぞれに意味があったりとか縁のあるお寺に祀られているんだと思います。この方は巨大仏にもなったりしているぐらいの人気です。はい、まあこのようにですね、お坊さんへの尊敬の念がタイのポイントですね。はい、ということで今言ったようにタイの仏教観について、お坊さんと市民の生活についていろいろ話してきました。よかったら皆さん、タイのお寺を巡り行くときは参考にしてみてください。ということで、みほとけの動画を見てくれてありがとうございました。コップンカーナムー。次回はタイのロケで行ってきた素敵なお寺と仏像の数々をご紹介します。お楽しみに。次も見てね。